東方、森田秀政、強豪ベンフィカ相手に圧巻のパフォーマンス。現地サポが大絶賛。2月29日、リーグカップの準決勝ファーストレグで、森田秀政が所属するスポルティングはベンフィカとホームで対戦。2対1で先勝した。この一戦に3-4-3のボランチで先発した森田は、決定的なパスを供給して好機を演出。鋭い読みのインターセプトなど攻守で存在感を示した。ポルトガルメディアゴールポイントは、レーティングがチーム2番目の8点だった森田について、次のように評した。森田はまるでチームのボスのように、高いクオリティを示し続けた。3本のラストパスを出し、ボールダッシュは両クラブで最多の10回を記録した。また、ファンが選ぶマン・オブ・ザ・マッチに選出された森田をブルーノ・フェルナンデスやマヌエル・ウガルテが SNS 上で称賛したと話題になっている。森田には試合を見るたびに感心させられてるよ。ベンフィカが前に素早く攻撃に出ようとするたびに、フィジカルで潰される。ジョアン・ネビスがコンスタントに森田にやられてる。森田はスポルティングで最も過小評価されている選手だろう。とても信頼できて、パフォーマンスが本当に安定している。多くのタレントが揃ったこの試合で、前半ピッチ上のベストプレイヤーは森田秀政だった。森田がフィジカルで全員を圧倒して中盤を支配した。どう見ても攻守でマンオブザマッチだった。なんてパフォーマンスだ。スポルティングが獲得した選手の中でも、コストパフォーマンスの点では過去最高の選手の一人だ。念のために言うと、彼の移籍金は300万ユーロだった。森田は掘り出し物の補強になるのではないだろうか。ニューカッスルやスパーズのようなクラブが夏に獲得に乗り出すかもしれない。